紺色のユニフォームがホームの鹿児島です。そしてビントカラーのユニフォームがアウェーの松本山雅 FC です。2022明治安田生命 J3 リーグ第20節鹿児島ユナイテッド FC 対松本山雅 FC の試合が今始まりました。ファーサイドクリアします。松本、このセカンドボールは鹿児島が収めました。中にボールを入れる、ゴール決まりました。先制鹿児島、後ろから詰めていました。開始7分、先制点はホームの鹿児島線が合わせていきました。キャプテンの広瀬健太、前を向いて薩川にボールを渡します。さあ有田にボールが渡った、前を向いて1人かわして右足押し込みました。追加点、このクロスボールうまくかわして右足で押し込んでいきました。牛の浜、薩川のクロスボール、有田が受けた、前を向けるか、左足、さあまだ鹿児島ボールです。もう一度ゴール前かき出すのはビクトル。さあ右サイド、中に低いボールが来た、後ろから右足のミドルシュート、決まった。ダイレクトで狙っていきました。このボールがゴールに吸い込まれて2対1、1点を返しました。松本、中にボールを送ってルカオのヘディング、ゴール左隅、見事なコースにキープしているのは鹿児島。中原から山本、後ろから渡辺が上がって左足のシュート、入りました。この位置からの一人かわしでの左足のシュートはゴールに吸い込まれてゴールネットを揺らしました。大きな大きな1点で、決めました。さらに追加点はホームの鹿児島、鹿児島がリードを2点に広げました。落ち着いてゴール左隅に決めていきました。山本俊介、ボールを奪いました。鹿児島大きくクリア、ここで長いホイッスル、